横浜市交通局一万系電車。横浜市交通局一万系電車。横浜市交通局一万型電車は、横浜市交通局が横浜市へ地下鉄のグリーンライン用に導入した通勤系電車。2008年平成20年3月30日のグリーンライン開業に合わせて営業運転を開始した。車体は、 オールアルミニウム合金製の無塗装車体とし、全長15.6メートル、片側3、扉構造を持ち、各車両側面と袋部にグリーンラインを表す、緑色のグラデーションカラーフィルムを貼り付けしている、横浜交通局の発表では、カラーバンドと故障。グリーンラインの開業までに4両編成15本、60両が製造、投入された。 当初は6両編成での運行を計画していたが、建設費削減の一環として、需要の見直しが行われ、4両編成での運行となり、また、編成本数も見直された。ただし、将来の輸送力増強が必要な場合に備えて6両編成化を想定しており、車両番号についても、中間の3.24号車を欠車としている。車両の使用は、基本的に、 各地下鉄局のリニアモーター地下鉄の基本ともなった、社団法人日本地下鉄協会の制定した、リニアメトロ電車新標準仕様に準拠したものである。車体は、リニアモーター式鉄道車両のため、小型地下鉄車両となっている。高い走行性能を誇り、この車両の最高時速時速 80km は、2006年現在、鉄輪式リニアモーター車両としては、 国内最速である。したがって、すべての列車が1万系で運行されている。グリーンラインも最時速で言えば国内最速の、鉄輪仕切りに路線となっている。外観及び内装デザインは、近未来都市横浜にふさわしいデザインをコンセプトに、車両メーカーの提案デザインから、交通局内でアンケート調査により、投票多数のものに決定した。全面デザインは、 横浜市営地下鉄の車両とは一線を隠すもので、全体的に黒を基調としたものとなっているが、ブルーラインの線型より受け継がれている前面の区の字型は維持している。グリーンラインの各駅は、基本的に、島式ホーム構造のために乗務員室は右側配置とし、非常扉は左側配置とされた。全照灯は、ホームドアのある各駅でも列車の接近がわかりやすいよう。 上部配置の HID 式のものを採用した。保安装置には ATG と ATO を搭載しており、ワンマン運転に対応している。そのため、各駅にはホームドアを採用している。トランスポンダを用いてホームドアと車両ドアの連動制御を行うほか、車両側でドア操作を行うために情報確認用画像の無線送信用としてミリ波受信機を搭載している。 車内は白色を基調としており、床面は視覚的に車内が広く見えるよう緑色の横縞模様とした。側窓は車内の機密性を高めるためすべて固定窓としており、客用ドア間の側窓は幅約2.2メートルの大型ガラスを使用している。客用座席は一人分の掛け幅を450ミリメートルとしたロングシート構成で、座席表地は青色とした。 なお、車内は当初全席優先席とされたが、後に車端部の一部座席を譲り合い、シートとする形に改まられた。車内に開放感を持たせるため、座席横の袖仕切りには強化ガラスを使用しているほか、連結面貫通扉においても、全面ガラス構成のガラスドアを採用している。貫通扉の途平には、上吊り傾斜レール式、ドアクローザを採用している。 客用ドアはステンレス無地仕上げで、ドアガラスの取り付けには不完性シール材を使用した接着式、ボンディング式とした。バリアフリーへの配慮として、出入後部の床面を黄色とし視覚的に目立たせた、他、車両床面とホームとの段差を極力少なくし、全車両に車椅子スペースを配置した。吊り革は座席前のみに設置し、一部はリメートル高さを、 下げて使いやすさの向上を図っている。釣り革は基本的に白色だが、各社エススペース前の座席付近の見他車と同様にオレンジ色とした。車内非常通報装置は1両につき4台が設置されている。空調装置は、セミ集中式、集約分散式の CU784 型、ユニットクーラー、1 4 5 4 k w 1 2 5 0 0カロリー。 A1 を各社に2台搭載している。車内は、冷気の拡散用に、合流ファン、ラインデリアを、先頭車は2台、中間車は3台設置している。このほか、側窓が全て固定窓のため、事故等による、駅間の長時間停車における換気を考慮して、各社に1台軸流ファンによる、強制換気装置を車端部の天井に設置していい。 前面に行き先表示器と運行番号表示器を、側面に行き先表示器を設置している。いずれも LED による三色表示で、側面の行き先表示器は走行中に消灯する機能を持つ。グリーンラインの現行ダイヤでは、優等列車は運行されていないが、行き先表示器は、普通の種別、及び行き先、グリーンラインの3種類を順繰りに表示している。車内の各ドアの左右。 乗務員室直後は片側のみ25インチ液晶ディスプレイによる車内情報表示装置を設置している。向かって左側の画面は神奈川新聞のニュースや広告映像を表示し、右側の画面は自駅案内、乗り換え案内等の旅客案内用として使用している。映像表示を自動更新するため MC6 社にはミリ波受信機を設置している。 ドアチャイムの音色は、ブルーライン用の3000型と同一であるが、明動回数は、回避時、閉避時ともに2回である。車内放送装置には、自動放送装置を搭載しているほか、車外放送設備を有している。乗務員室は、前述の通り各駅の設備を基本的に、島式ホーム構造で統一しているため、右側運転台配置とした。マスコンハンドルは、 右手操作系、ワンハンドル式マスコン、立候4の地、常用ブレー5段を採用した。中央に速度計を配置し、周囲に保安表示灯や総張り圧力計を、右端にはホーム監視用モニター画面を配置した。左側には列車制御管理装置、遺影装置、口実のモニター画面と列車無線と車内。 車放送用検非常通報時放器のハンドセット、操縦脇を配置した。ワンマン運転に対応して、マスコンハンドルには、デッドマンレバーが組み込まれている。当初のデッドマン機能は、ATO 運転中にデッドマン装置が動作すると、指令書に警報を発し、ATO 装置で自駅まで走行させるシステムであった。これは、地下鉄線という路線性格や、ホームドアの設置などで、 一般人が立ち入りできないという構造のためであった。その後、2009年、平成21年度内に、回路の変更が行われ、デッドマン装置動作時は、強制的に、非常ブレーキが作動するように改造された。乗務員室背面仕切り壁部には、運転席背後に小窓を、左端部に窓付きの乗務員室仕切り扉、緊急用に、電磁座状態を計を配置し、 双方の窓とも、車光膜を備えている。本系列の主電動機、制御装置、補助電源装置、空調装置などの電気品は、三菱電機が製造を、台車は、住友金属工業が担当した。台車は、リニアモーター地下鉄標準台車を使用している。軸枠方式は積層ゴムを用いた、自己操打機構、セルフステアリング機構を有するボルスタ付き。 空気バネ台車を使用している FS568K。軸距九は 1900mm、車輪径は 660mm で、基礎ブレーキは一軸一ディスクのディスクブレーキを使用している。主電動機は、車上一時片側式三小リニア誘導電動機、メガバイトマイナス 7010A 型、一時間定格 135kW 出力、定格電圧 1100V、 定格電流 190A、定格周波数 22Hz ギャップ 12mm が採用されており、拡大車に1台、1両に2台を増加しており、全電動車方式となっている。台車直上の客室床面には点検外が設置されている。制御装置は、イベット素子を使用した VVVF インバータ、制御方式、ベクトル制御対応で、1台のインバータユニットで、 リニアモーター2台、1両分を制御するインバータを2セット搭載している、1C22 群制御。補助電源装置は、イベット素子を使用した129馬出力の、静止系インバータ方式を採用している。出力電圧は3相交流 200V と直流 100V とした。終電装置は、小型地下鉄用の小型シングルアーム式パンタグラフを、 両戦闘車の運転台よりに搭載した。ブレーキ装置は回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキを採用しており、ATO 運転時におけるブレーキ応答性を高めるため、台車中軽便を搭載している。リニアモーターの特性から、停止時には逆小ブレーキを使用しながら空気ブレーキを補足するほか、非常ブレーキ時には一部を改正ブレーキが負担する方式である。 リニア地下鉄初採用となる高周波連続誘導式による車上演算方式のデジタル方式 ATC、HDATC 横浜デジタル ATC が採用されている。車両基地内においても ATC 運転が行われており、入れ替え信号現時も車内信号で行われる。ワンマン運転に対応した。 ATO 装置が搭載されており、駅の出発から駅間の走行制御、駅停止時の定位置停止制御まで一連の運転操作を行う。ATO を運転時における乗り心地の低下を防止する観点から、立行操作、ブレーキ操作とも31段階の多段制御を行っており、駅停車時の定位置停止精度は前後35センチメートル以内と精度は高い。 ATC 装置と ATO 装置は一体型で MC1 車に搭載されている。各使用機器は、異例装置と称する列車制御管理装置により、集中制御、監視されており、これにより乗務員支援、乗客へのサービス、メンテナンス作業の効率化などを図っている。先行車両となる4両編成2本、第1.02編成8両は2006年、 平成18年5月に、川崎重工業兵庫工場で落成し、神戸港から横浜港、大黒府島まで貨物船により船舶輸送された。大国府島からは、トレーラートラックによる陸上輸送でセンター北駅へと運ばれた。そして、同年6月に、同駅付近の高架線上へクレーンで釣り上げるという地下鉄車両としては極めて珍しい車両搬入実施された。 過去には、大阪市営地下鉄6000型で実施されたことがある。同年7月から、先行工事により、早期に完成していたセンター北センター南間で、性能確認試験、性能確認試運転を開始した。なお、工事の進捗に伴い試運転区間は順次、延長されていった2007年月まで実施。主な確認内容は、a t c 装置、 ATO 装置や加速、減速性能、誘導障害試験、対列車画像伝送システム、列車無線などの機器や、走行安全性、乗り心地、空調装置、ホームドア制御など多岐にわたるものとなった。この先行車両での性能確認試験は、概ね良好であり、この試験結果をもとに、細部の使用見直しを行った、量産車両、第03から15編成が製造された。 先行車両の試験結果を反映し、量産車両では以下の点で仕様が変更された。外観では側面トブクロブのカラーバンドを青色のビビットブルーからグリーンラインの緑色のカラーバンドに変更した。先頭車両では乗務員室後部外反トブクロブに設けていた換気口を省略した。視認性向上のため微等の取り付け位置を 約 20mm 車体中央寄りの設置とした。車内は基本的な仕様は先行車両のものを踏襲している。変更点はドア横の車内情報表示装置のモニター画面のカバー形状を角張った形状から丸みのあるものへと変更した。座席端部のガラス製袖仕切りは破損した場合に備えて交換が容易な取り付け構造へと改善した。 制御装置、補助電源装置、台車、手電動機などの走行機器類は特に変更されていない。なお、側面と袋部のカラーバンド色変更と、車内情報表示装置のカバー形状変更は、先行車両についても、使用統一のために改修が実施された。この量産車両は2007年、平成19年7月から製造が開始された。最初に4両編成1本。 第03編成が落成し、神戸から横浜へ、公主車両輸送された。同年8月に4両編成2本、第04、第05編成8両、同年9月頃に4両編成5本、第06第10編成20両、そして翌2008年2月頃に4両編成5本、第11第15編成20両も落成し、開業時に必要な編成すべてが出揃った。 第03編成以降の編成の講習輸送は、兵庫駅、大船駅、横浜羽沢駅、川崎貨物駅、鶴見駅、東高島駅、桜木町駅、根岸駅、横浜本木駅の経路で行われた。横浜本木駅からは、トレーラートラックで、川は車両基地へと搬入された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。